量子コンピューターは、まあ、従来のコンピューターではもう計算ができないような、まあ、超高速な計算ができるとして期待されています。量子コンピューターというのはこれまでの従来のコンピューターの進化が限界に近づいてきている中で、これから先 5G とか IoT と活用した超スマート社会において非常に重要な役割を果たすようになると考えています。いろんな可能性があるようなものに対する計算に対して量子コンピューターの方が従来型のコンピューターよりも得意というふうに言われています。どのようなところで活用できるかと言いますと、効率よく自動車が運転できるかとか、あるいは配送するかとか、まあ、そういったものがあります。量子コンピューターの研究というのは始まったばかりなんですけども、今大企業が参画して、まあ、その期待が高まっています。で、一方で、まあ、量子技術をこう活用できる人材というのが不足していて、私はこのフィールドを活用することによってその量子人材を育成したいというふうに考えています。私たちが構築しようとしているフィールドでは、量子コンピューターを作っていくということは、まあ、かなり先の未来になるんですけども、そのために必要な技術というのはもうかなり基礎的な学力あるいは技術というものが必要となります。まあ、具体的には、まあ、真空の技術ですとか、あるいは極低温の技術、そういったものが必要となります。これらを実際に身につけてもらうために演習を用意しています。量子コンピューティングの研究には幅広い知識が必要で、私たちだけでもできませんし、あるいは企業一社だけでもできない、もうかなり連携して研究を進めないと本物の量子コンピューティングというのはできない。金融でしたり、まあ、医薬品応用でしたり、さまざまな分野で期待がされているんですけれども、量子コンピューターさえ実現できれば、そういったものが、まあ、いろんなものが解決できると考えていますので、しっかり進めたいというふうに考えています。